はい、1月5日金曜日、苗場スキー場です。時刻は12時半を回ったところですね。天気は昨日とは打って変わって朝から晴れです。風はあってですね、冷たいんですけれども、でも太陽の光というか日でですね、かなり暖かく過ごせています。で、昨日ですね、少し雪も降りまして、まあ、その影響でですね、場所によっては柔らかな雪が残っているという感じですね。まあ、ただ全体的には、まあ、少しこう締まったようなバーンで、少し固めなのかなと朝方はそう感じました。まあ、お昼にかけてですね、まあ、緩みはしないんですけど、まあ、少しこうほぐれるっていうんですかね、雪が少し柔らかくなってきて滑りやすくはなっています。山頂に行けばですね、もう少し柔らかい雪で滑れるんじゃないかなとちょっと想像するんですけど、私今回、下の方しかちょっと滑ってなくてですね、まあ、その、まあ、記録にはなるんですけども、で、ちょっと昨日気づかなかったんですけども、一番奥のというか、ここから見て奥のですね、4人乗りリフト、クワッドリフトが今日動いてますね。昨日動いてなかったと思うんですけど、ちょっと記憶が定かではなくて、で、今動いてまして、朝から動いてまして、滑走もできていましたね。ちょっと急斜面で、まあ、これからちょっと時間があれば滑りたいと思うんですけれども、すごい綺麗な1枚バーンですね。まあ、今年まだそういったあのバーン滑っていませんので、ちょっとぜひ滑って、帰りたいなというふうに思います。はい、ということで、今日の苗場スキー場の様子でした。以上。